前座です。主役の登場まで畑違いの音楽で悪いけど、ジョンガラブシーあります。嫌いなわけでね。まず津軽の冬は縛れるっきゃの。おてんたたんでて、ワンチカずつ雪っこ溶けて、音が変わる。あの時と同じ。響きが心に痛い。でも。なぜあんなガキの三味線ごときの音が会場を支配する。ジョンガラは不思議だな。マンズ年取れば取るほど難しく感じる。オラにはこの音が人生に聞けてくる。出だしは血気盛んだ。次に落ち着いてくる。だんだん切なくなってくる。驚える。だども負けずに這い上がって、最後だっきゃどんだーっとばかりに叩きつける。ジョンガラは自由だ。馬節、おめえはこれをどったな音させる。